赤崎貸しだぜ赤崎ばしばしテレビってことでテレビテレビいやなんて言ってますけども、はい特急中華そば陽介さんというところに行ってまいりました。ほう茨城県つくば市のお店でございます。つくばエクスプレスのですねこう万博記念公園駅からですね歩いちゃった40分ということで40分、万博記念公園、駐車場を利用してねということで、基本的にはこれ二郎系のお店じゃなくですね、はい、土浦にある特急鶏そば龍介さんというお店がプロデュースしたあくまでも中華そばのお店で、茨城豚そば徳龍さんとも、まあ、兄弟店になるのかな、陽介さんと、そう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 、で、中華そば濃い中華そばっていうのがまあそのメインの中華そばで、はい、洋次郎辛洋次郎っていうのがまあ二郎系、ああなるほど、また山田とかお子様ラーメンもあったりしまして、はいはい、でもちろん今回はこの二郎系の洋次郎選択ということでね、はい、ございます。野田っすかね、野田洋次郎ってことですかね。野田洋次郎ではございません。西島洋介でも、ね、西島洋介でもございません。洋介さん、いや確かにそういった名前の方言ってくとおってなっちゃうけどね、はい、どうやって今度は洋次郎大盛り、はい、プラスのニンニクチーズとかやりまって、はい、ネギはデフォルトで入っております。ニンニクありかなしかしかコールできません、はい、それから油がしっかり入っていまして、はい、そしてね豚ですよね、綺麗ですね、いいねこれ、いいっすね、いい巻き豚ねえ、ということで歯車系豚を見ていきます。よっ、おお、歯車系。わあ、ちょっと興奮してるな。興奮してますね。ニョッキ全然しない人じゃん。一応フェイントがあったけどそういうゲームね。豚からいきましょう。豚うまそう。非常に弾力のあるブリンブリン豚です。ブリンブリン。ブリンブリン豚ですね。噛みちぎりがいがありまして肉そのまま楽しむってことで、なんか鴨肉みたいな食感な高級感あふれる豚でしたよ。へえ。まあドロリとした、まあ、ギガ乳化とか言ってますけども、はい、やっぱりね、まあ、あの鶏そばのお店の関係店なんで、うん、鶏の出汁をちょっと使ってるのかなって。あれうまいんじゃない？スープ。あれとかじゃないけど、ね。俺はうまいんじゃない？あれとかじゃないけど、野菜もね、食べていきましょう。バランスのいい焼き野菜。スープを薄めないためなのか、盛りはそんなにありませんよと。濃厚なスープが、ドロリスープなんで、そう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 、うん、野菜増し券追加してますけど、他のラーメンとの組み合わせはもちろん LG です。あなるほど、これ陽次郎限定の野菜増しということで、あなるほど、で油もねこれ増すことできないんですけども、はい、丁寧に、そう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 、甘辛いね、うん、油が入ってるからうまいんですね、ずっとうまーとか書いてますけども、油と野菜を組み合わせてまた、クマ美味しいよ、クマよし、後でそれをニンニクマシマシなどのコールはやってませんけども、はい、元の味を壊さない適度なニンニク量ということなのかな、うん、これがなるほど ね、とはいえ、まあ、ニンニクねありかなしかだったら、まあ、それありの方がうめえぞということで、まあまあまあそれはね、推奨としては入れていきましょう。そして天地返し、おっとっと、おっはい、何何などうしたんですか何じゃあびっくりしちゃって、このギガ太麺が、あー麺に、ほら麺見てなかったカメラ目線でなんかやってたから麺見てなかった、暴れがちになってしまいますけど、ワンゴワン麺でございます。おいしい、あー触れる触れる触れるね、あれ今日なんかその日テンション高かった確かにこの日だってつくばだからなかなか行けないお店ですからね、まあ、そう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 、結構いろんなとこ行ってたろ、まあそっかチーズも入ってね、うん、こういったところにも非常に濃厚で絡む絡むということでね、ちょっと分かっちゃいますね、ゴリゴリタイプブラックペッパー来ましたね、パワーにさらにパワーを足していく、はいはいはい、ね、うん、ハンターハンターで言ったら強化系ね、まあ、ね、念能力で言うと念能力で言ったらもう強化系と強化系を本当にもう卓上開始ね、見ていきましょう、うん、ね、しょっぱレベルがなんとですね、はい、ごくっと一口飲んだんですが 4.5 めちゃめちゃしょっぱいじゃないですか、うわーと思って 4.5 もう一回いっちゃう、待て待てと思ってこれ、うん、待て 4.8 だよ、いやいやいや2杯飲んでるから濃く感じるんだよ、ただこれね見てください、ここにもうなんかあるでしょ、はい、これとはまた別の開始なんですよ今の、店員さんがね持ってきてくれんのよ、あなるほどね、そうそうそう、専用だよ、専用の、そう開始だよ、これ濃さよりも調合の感じだと思うじゃん、ね、あなるほどねまあこれもいくよ、でもこれもいくよ、これもいく、これもねやっぱ確認しないと、もうこれね 3.5 でバカじゃん、もう 3.5 なんだけど、醤油やっぱ3かな、なんで落ちんのだろいやかんねえだろ、醤油はちょっとね2杯目で、いやこっちの方が控えめでしたわ、ちょっと、ね、なんで1回目過剰に言ってんの、うん、やっぱファーストインプレッション、あの気になるからね、テロップで遊び始めたら終わりじゃない、すごいよいやそんなことはない、あクレームが飛んでおりますが、特製ラー油ねこれ入れておりますと、はい、まあ濃いものと濃いものなのでちょっとね違うものを入れてみたい、そんな時に特製ラー油ということで、
ほんのり辛みとですね、このザクザク感非常に美味しい、うん、さらにですよ、うん、さらに今回トッピングしてるのがチーズということで、はいはい、ピリ辛チーズのザクザク感もね楽しめるということで、ザクザク感、いやそのラー油のねザクザクとチーズのとろけが加わって、もううまい以外にありますかこんなものは。いやそれはうまいっすよね。えもちろんもちろん、いやダイレクトいやもう美味しいからこれやっぱり、うん、だいぶ味ついてるところ 4.8 をダイレクト。いや確かにそういうことですよ、元々の味がやっぱ美味しいからこそ返しを使っちゃうんだよねこれね、元々の返しがうまいからこそ、ね、折り返しでも、ただそれを全てねゼロにしてハードなワースペーとか言って酸っぱかったんですね。ああすごい、もうおっさんでございました、うん、よろしく、なるほどよろしく、ということで生徒さん見ていこう、おおお85、86、87、89、89、79ということで85.52 出ました。いい天気。いやこれはね、いい天気です。いい天気だったね。おそらく点数ではございませんけども。なるほど。見せ目は陽介ですね。陽介ですね。はい。なるほど。で、陽次郎。あ、陽介の、まあ、二郎系陽次郎。なるほど。まあね、筑波といえば、筑波さん、神筑波さんというトリビアですよね。はい。ラジオが紹介してたんで、タモさんが。筑波さん。あとトリビアなのそれ。いやなんかそれボキャブラ天国の間違いじゃないよ。タモリさん。タモリクラブではない。あ、空耳アワー。でもない。空耳アワーとか。筑波さんに噛みつくばあさんみたいな。空耳アワー。メタルバンドのね。メタリカとかやってるやつ。やつじゃないどういう状況なんだろうばあさん。筑波さん多めになってましたけども。はい。ようすけさん皆さんも車で行ってみてね。よう。ジロー。Thank you.